足はなるべく動かさないようにしていただいて、最後あの左右差も見ていきます。片足上げていただいて、Which floor was that? Oh, 503. 503. こんにちは。ありがとうございます。Interesting. I wonder if it works. Gokai. Konnichiwa.CS60 門前仲町マグネナジーの林と申します。こちらは東京駅から電車で10分のデトックスを中心としたサロンになります。どうぞよろしくお願いいたします。本日はご来店ありがとうございます。こちらにお名前などをご記入いただけますか。ありがとうございます。こちらはお体の気になる箇所に印をつけていただけますか。はい、肩こりとか腰痛とか何かありますか。うん、あと手首もですよね。あ、はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。ではこちらのゴッドクリーナーゴールドを始めたいと思います。こちらは足を30分こちらのお湯につけていただいて、電極を通して老廃物が出てきます。で、片足からこちらにお入りください。あ、気持ちいい。はい、あ、で
か。こちら真ん中には当たらないように少し足を離して、はい。で、こちらのベルトをさせていただきます。こちらもデトックスを促すベルトとなります。失礼します。早速30分始めたいと思います。でこちらなんですけれども、今少しずつ、老廃物が出てきています。で黒っぽいものは重金属と言われています。今ちょっとこの少し藻みたいな感じで出てきてるの分かりますか？本当だ。はい。でこちらが重金属で、白っぽいのが菌類と言われてます。体の中にもたくさんの菌がありますので、そういったものが出てきています。であとこれから泡が出てくることもあるんですが、泡は、添加物とかケミカルと言われています、うん、例えば外食とかコンビニのお弁当なんかにも腐らないようにたくさんの添加物が入っているんですが、そういったものが足裏の、穴、たくさんの穴が開いている毛穴とかですね、そちらから出たものがこの電極に反応して出てきています。で30分経つともっと出てくると思いますので、はい、今もちょっと出てきました。本当だ。はい。で足はなるべく動かさないようにしていただいて、最後左右差も見ていきます。お湯を入れているんですが、その中には、塩が少しだけ入っています。これはデトックスを促すために塩を入れています。なるほど。塩だけですよね。はい、塩だけです。こちらがマクモ茶になります。出雲大社の大きなしめ縄に使われているのが実はマコモなんです。で伊勢神宮のしめ縄は麻でできていまして、出雲大社はマコモでできています。でマコモにも、デトックスを流すような効果がございますので、どうぞお飲みになってください。
こちらのデトックスマシーンは20年前からあるものなんですが、その時にもとても流行ったんですけれども、一度偽物が出回って、市場からマスコミに叩かれてなくなったんですが、こちらのマシーンだけは、アメリカの FDA の承認を得ている機械でして、細々と残っていたものがまた最近とても人気が出て、今皆様にご好評いただいております。こちら の足を30分温めることでデトックス効果がありまして、有害重金属や化学物質などが排出されることによって、結果として代謝が改善されたり、免疫力が回復するためにさまざまな症状が改善されるものと思われます。お疲れ様でした。では30分終わりましたので、今、こちらに黒っぽいものとか白いものとか泡が出てきてるんですけれども、この泡はですね、添加物とかケミカルなんですが、そんなに出ていないので、日頃お食事には気を使われてますか？そうです。はい、割とファーストフードとかコンビニのお弁当なんかをたくさん食べている方はすごく出たりします。うん、はい、そうですよね。私ファーストフードあんまり食べてない。はい、ではこちら、流していきますのでお待ちください。で、真ん中の電極を取ります。で、片足ずつ流していきます。片足上げていただいて、では CS60 の施術を始めさせていただきます。まず足の上がりも見ますので、こちらを膝を曲げないで上がるところまで上げてください。はい、ありがとうございます。こちらはどうでしょうか？はい、ありがとうございます。どちらが上げやすいですか？左の方が。はい、では右から施術を始めます。はい、つま先で立って膝を、はい、まっすぐしてください。で、少し痛いかもしれないです。痛いですか？うん、大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。こちらの CS60 というこのマシンなんですが、中に磁石と半導体が入っています。磁力線が15センチ伸びておりますので、洋服の上からでもこのようにすることで体の中の不要な電気、静電気などを抜いていくというふうに言われています。で、CS60 は悪いところに行くと痛いです。で、もっと悪いところに行くとくすぐったいので、また痛いところ、悪い、くすぐったいところがあったら教えてください。
これは痛いですか？大丈夫です。ちょっと痛い。大丈夫です。大丈夫ですか？はい。で、人間の体っていうのは心臓も微弱な電気で動いていますので、電気ってとても体に影響があるんですね。で、昔の人は自然素材の靴を履いて土の上を歩いていたので、どんどん歩くことでアーシングができていたんですが、今はゴム底でアスファルトの上を歩いているので、体の中の電気がなかなか抜けないような状態になっています。それをこちらの CS60 で抜いているというイメージです。ではもう一度こちらの施術してない方の足を上げてみてください。はい、ありがとうございます。はい、ではこちらも上げてみてください。軽くなったの分かりますか？本当だ。はい、今これが本来の状態に戻した足です。では反対側も、電気を抜いていきます。この背中は内臓がお疲れだと痛かったりくすぐったかったりも出てきます。この辺も結構溜まってるみたいですけど大丈夫ですか？ちょっとですよね。ちょっと痛い、くすぐったい、痛いですか？あまり痛くないけど。くすぐったい。痛いですか？くすぐったい？くすぐったい。くすぐったい。ちょっと痛い。
痛いけど。ちょっと痛い。では首引きます、うん、では頭いきます。頭どうですか？大丈夫です。はい、頭でどんな効果が出ますか？頭は、ずっと頭痛があった方がすっきりしたとかですね、割と頭痛持ちの方にはご好評いただいてます。で、頭の血流を良くすることで、お顔の方のリフトアップにも効果があります。膝を立てていただけますか？はい、もう少し。はい、ありがとうございます。で、この辺からもだいぶ抜けるポイントなんですね。なのでちょっと痛いかもしれないですが、どうでしょう？少し痛い。にこの CS60 をどうして始めたんですかっていうふうによく聞かれることがあるんですが、私は夫が人間ドックで膵臓に影があるというふうに言われまして、もともと夫は35度台の体温で低体温だったので、まず体温を上げるものを探しました。CS60 にたどり着いて、で私自身受けたんですけれども、試しに CS60 の施術を受けたんですが、まあ、私は悪いところがないのでそんなによくわからなかったんですが、まあ、こちら取得して夫を1年間施術したところ、その膵臓に影があるというのはなくなって、人間ドックも特に引っかかることがなくなりました。で、今は膝が痛かったのも四十肩も全て良くなっています。どのくらいかかりましたか、良くなるまで？良くなるまで、まあ膝なんかは 2,3 回で夫は楽になったというふうに、この辺痛いですか？大丈夫。はい、では足を内側にお願いします。
ちょっと痛い。そうですね。で、このふくらはぎに疲れが溜まってしまうとぎっくり腰になったりするので、ちょっとこの辺はよくほぐした方がいいです。少し痛いです。あ、口は痛い。ですか。じゃあ今日は一番この辺が溜まっているかもしれない。声出して笑って大丈夫です。あの、我慢すると力が入ってしまいます。ではこちらも足を立ててください。こちらはくすぐったくないですか。はい、はい、ありがとうございます。ではお腹の施術に入ります。首の施術をいたします。だいぶこの辺凝ってます。おいこのように開けて施術することによってリフトアップ効果が期待できます。
レンズは入っていますか？入ってます。はい。ソフトですか？ハードですか？ソフトです。はい。この CS60 は眼球もまぶたの上から優しく施術をすることができます。どんな効果が出ますか？はい。疲れている時に目がすっきりしたとか、そういったお声をいただきます。レコも施術します。このローラーが売ってますか？こちらは販売ではなくて、レンタルという形になるんですが、まず、CS60 の契約をして、4日間の研修を受けた後に、こちらを取得することができます。最近では、サロンも増えているんですが、ご家族のためにと取得される方も多くて、全国に2000人ぐらいですね、取得されている方がいまして、世界にも、アメリカや、ヨーロッパなどでもされている方います。もちろんアジアでも他の、国に広がっています。東京で林以外は誰がやってますか？はい、こちら東京でもですね、何十店舗もございますので、CS60 のホームページから検索していただければ、各サロンの住所などが出てきます。ありがとうございました。I saw this salon on the internet and I thought it's a very interesting thing in which you don't see a lot. And the first thing that I did was got cleaner gold, which helps the body get rid of the bacteria and bad stuff. In my case, there was no bubble in the water, which means that I eat very healthy, and that's true. I don't eat fast food.And I try to eat healthy. The next treatment was with this roller, which is called SC60. The founder of this roller is Mitsuhisa Nishimura-san, Japanese man who worked in automotive industry for a long time and then decided to help elderly people with physical illnesses so that they can take care of themselves and will not be relied on other people.And then he created this roller, and apparently there is something inside of this roller that helps with different physical illnesses. So today I felt that my leg felt lighter.
It's good for young people as well if you have different kind of physical illnesses, but especially it's good for elderly people who go through a lot of physical changes with the years. So she said that if a person tried so many things and nothing worked, it's good to give this a try. So give it a try and see for yourself if it works for you or not. Thank you for watching. Hope you enjoyed the video. And don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you in next videos. Bye.